こんにちは。ありますか。いいですか。どうぞ。お邪魔します。どうしたんですか。こんな休みの日に。すいません、休みの日にお邪魔しちゃって。どうしたんですか。本当勘弁してくださいよ。何してるんですか、今日はお休みの日に。まあ、今日は月曜日と木曜日が動画出す日だから、水曜日休みなんですけど、そういうオンオフができないやつっていうのは、やっぱ仕様ごとのクオリティも下がるんでね、もう完全にオフモードで、今日は手帳書いてますよ。アナログなんですね、意外と。結構ね、アナログ。まあ手帳って言っても、今日は晴れとか書いてるだけなんだけど。日記的な。日記ってほどではないんだけど、まあ、こういうのもさ、ミニマリストだから俺書いたら捨てるから。一回一回ボールペンも、ボールペンも捨てる。一回使ったらもう終わりだから。なるほど。うん、まあいい天気だね。ツルハドラッグとか GU やるからさ。何やってんすか、逆に。こんな休みの日に。いや、ルーランドさんの休日の過ごし方気になりまして。まあちょうど今さっき起きて、まあ一回日記書いて、ちょっと毎日のルーティンでストレッチと筋トレやろうかなと思ってたんだけど、ちょっと。あ、じゃあ、はい。ベッドの上でするんですね。まあそうです、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 まあ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 。どのぐらいやるんですか。3回。3回。うん、基本3回。あんま長く続けたらいいってもんじゃないから。腹筋なんか3回やって、10年やったらいいよ。100回やったって3日しか続かないんじゃね、意味ないから。それでそのお腹がね、保たれてると。そうね。これあれだから、中身一応ね、ドンペリなんだよ。なんかそのドンペリを飲んでるっていうわざとらしいのがすごい嫌で、でわざわざこういうなんか安いの買ってきて中身全部捨てて、でドンペリ入れ直すっていう。車中泊でドンペリ。まあそうね、ドンペリが好きだから。別にそのドンペリを飲んでる自分っていうわけじゃないから、別に見た目にはこだわらず、あえてこういうのに入れ替えるみたいな。ルーランドさんの休日は結構優雅ですね。そうですか。普通ですけどね。逆にカメラマンさん、休日とか何してるんですか。私紹介したいアプリがあって、実は、うんうん、それで今日来たんですけど、まあ、僕アナログ派だからスマホもだいたい2日に1回捨てちゃうけど。使い捨てでもできますんで、うん、ぜひやってみますか。うん、じゃあぜひちょっとね、せっかくなんで来てくれたんでやりますか。はい。朝食はみかんですか。いや、朝食はだからあれだから、飾りだから。さんみたいになるとアイコスも2台持ってるんですね。まあそうね、今たまたま1個だけど、だいたい普段するとき早くにこっちに入れたいから、こうだから。あ、でもルーランドさんでも安いのも済んですね。庶民の感覚もわからないと
やっぱり僕って言葉に響く職業をしてるじゃないですか。そのためにやっぱ庶民の気持ちも分かんないといけないんで、まあ普通のねテリアの方と庶民の安い方、これは一応使い分けて、こっちで高い方吸って、こっちで安い方吸ってで、こう両方吸うみたいな。まんべんなく、まんべんなく。穴間違えてないですか？まあそれもいいんだ。あ、あドンペリの中に入れる感じですか？まあそう、じゃあ一緒にニコチン取れるからタバコとね、うん、地球に優しくさ、吸い殻も捨てないで。お散歩に同行していいですか？天気いいから。今は12月ですけど寒くないですか？まあ、うちなる炎を燃やしてるからさ、はい、これ今東北だけど、まあ、一般の人は結構寒いのかな。目開いてなくないですか？うん、あの、まあ、寒くはねえけどちょっときついよね、結構ね。休日は仕事のことは考えないんですか？あ、僕一切考えないですね。あの、オンオフができない人っていうのはプロ意識が低いと思うんで、なんか休日働いてる人よく偉いなとかいう日本の風潮あるけど、まあそれ全然ないです。何のために働いてるって、もう人生を楽しむために働いてると思うんで、オンオフができない人っていうのはやっぱプロ意識が寒ないと思うんで、もういいかな散歩は。風呂場でついてくるの？そうですね、失礼いたします。うん、今日もキウイだけど。キウイのパンツ好きですね。うん、いつも通り入ればいいんかな。じゃあ、はい。大丈夫、これであと乾かせば。あれ？お疲れ様です。
ボーナスコードはバンライフと。ああ暑いな。0度ぐらいだと全然暑いわ。まだ見たくれのためにこういうの着てるけど。今日はルイパチさんの間違えた今日はルーランドさんの休日の過ごし方を密着させていただきましたが、うん、休日のこだわりまとめは何ですか？オンオフの切り替えスイッチができる人間になるってことかな。もうそれ3回ぐらい聞いたんですけど、それなんですね。やっぱりこれ面白いね。いろんなゲームがあって。ルーランドさんパチンコやりますか？やるよ。パチンコはねリアルでね稼げたり負けたりという感じで、そのアプリは、まあ、その感覚をゲームとして味わえるみたいな感じでやっていただけるといいかなと思います。うん、花のように優しくみたいな。水のように優しく花のように。こういうのがいいかな。そういうスロットじゃないんだけど。うん、いいよ。まあこういうのあれやな、割と僕なんかは暇を持て余してる休日なんで、時間つぶしにはとってもいいかもしれないですね。